そこで二人はやっと安心しました。そして漁師の持ってきた団子を食べ、途中で10円だけ山鳥を買って東京に帰りました。しかし、さっき一遍紙くずのようになった二人の顔だけは、東京に帰ってもお湯に入っても、もう元の通りに治りませんでした。終わり。